モデルを務めてくださりますのは、はい、川村めぐみさんです。はい、テレセレブになって登場ということですが、おさあいらっしゃいました。うわすごいですね。やっぱり193センチ。そうなんですよ。なんかね、今年のトレンドって、あのいろんなトレンドあるんですけど、黒もトレンドなんですけど、めぐみちゃんの場合ね、すごくほら大きいじゃないですか、はいはいはい、なんか隣に並びたくないぐらい大きいですよね。これも完全に私がね、せがれですよね、これ完全に。なんかほら食べられちゃいそうな勢いなぐらい大きいですよね、はいはいはい、そこで色を黒じゃなくて、ね、茶色にして、ちょっと同型でね、全身こうまとめてみたんですね。で、茶色でまとめるとどういうことがあるかというと、どういうことなんですか？黒にするよりも優しい印象になる。あ、黒が強すぎちゃうんだ。そうなんですよ。で、ね、そしてね、このポイントとしてね、このファーファーです ね、さっきね、松本伊代さんもファーでしたけど、はい、ファーもね、今年すっごく流行るので、ね、ファーを上手に使う、うんうん、先生、これこっちがふわふわで、こっちは羽になってるんですね。そうなんですよ。これは TPO に合わせてそれかなり可愛いでしょ。あ、そう、言い忘れた。で、ファーはね、小物で取り扱うところが大事ですね。なるほど、うん、ほうほう。昔っぽくなっちゃうでしょ。昔のおびずさんみたくなっちゃうので、はいはいはい、コートとかブルゾンじゃなくてお洋服で合わせる、小物で合わせる。なるほど、これが今回のポイントってことですね。そうなんです。これさえ知っておけば、うん、あなたもビビビ。うわやられたやられたね、やられました。先生、放送禁止なんですよ。そうですか。川村さん、どうですか、着てみて。え、こんなの女の子らしいのあんまり着ないので、なんかこうワクワクしてきちゃいます。いい感じですやっぱりね、はい、でもこのスカートだって、例えば宮崎がいたらもう本当に松の廊下みたいな。腰の位置が高いんですよね。すごいですね。髪の毛に雨がついてます。そうなの、ちょっと怪しいですよ。ありがとう、これだけのものを着こなすっていうのはね、なかなかね難しいんですけども、やっぱり今年はこのファーをまあ使うってことが、そうですね、テーマだと思いますね。テレビをご覧の女性の皆さん、あ、ごめんなさい、新たにじゃありませんでした。こちらにいるダメがいる、ダメがいますから、ね、ダメを言ってください。どの方ですか？ダメ君はね、三段のしたダメだと。そう、昨日は白いシャツが引かれて、今日は髪の毛の色黒くて、それはそれで綺麗ですよね。洗濯機に入れると汚れ水がいっぱい出そうじゃないですか。なるほど。この辺まで洗練。いらっしゃいますか？他にもいらっしゃいます？他の子ちゃんはね、そうですね。他の子ちゃん。たまたまそこにいた感じだもんね。嫌いな話なんですけど、だらしがないのが嫌いなので。ゆったりな感じで。先生はビシッと決まってないとダメなんですね。そう、綺麗な方がいいですよね。はい、すいません。説教されてるのかと思っちゃったならっていうことでね。はい、明日からはですね、少しおしゃれなあのラジカル5をお見せできると思いますので。はい。これさえ知っておけば、あなたもビビビッ。世界フォーマー美女通信です。はい、今日はソウルから阿部美穂さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。韓国から阿部美穂です。元気ですか？はい、皆さん、お久しぶりです。ねえ、お久しぶりでございますけども。はい。ねえ、今日、今、あの、韓国はそんなに時差ないです。夫婦円満に行ってますか？夫婦は仲良くやってますか？そうなんです。これは何？今食べていいの？すぐこれ。え、食べるんだ。ヨーグルトパックって書いてある。え、これってパックなの？食べ物じゃないの？食べ物じゃない。パックじゃない。俺今この場で、あ、4分間で。すっごくいい香りがしますよ。これパックなんだ。あ、本当だ。これ本当食べちゃう。ああ、いい匂い。これが今韓国で流行ってるんですって。ヨーグルトパック。これ油断すると、パックされたら食べちゃダメですよ。はい、ね、阿部ちゃん、今日本ではね、はい、相変わらずヨン様ブームで4月の雪が大ヒットしてるんですよ。そうですよね。日本ではあのゴルフ圏内に入っているともう大ヒットしているんですが、こちら韓国ではですね、やっぱり国民の皆さんがアクションとかそのコメディなんかにこう行きたいという映画が人気があるんですね。そういった違いがあるようですけどもね、阿部ちゃん、すみません、時間に限りがありますんで、阿部ちゃん、またよろしくお願いします。